どうも皆様です。というわけでマーシーがお送りしますバンドリー。さあ、というわけで新しいイベントが告知来ておりますよ。はい、次回対バンライブイベント、新年ことほぐ夢語りということで、対バンライブイベントでございますね。皆さんが苦手としているイベントでございますけれども、個人的にはね、プチライブブーストドリンクとかもらえるんで、結構美味しいイベントではあるんじゃないかなと俺は思うんですけれどもね。はい、バナーでは宇田川アコ姫が登場しております。私が現在フルコンプ中のアコ姫でございますね。今回星4で登場してるんですよ。まあ、ちょっとそれを確認しようかなという前にですね、おそらく対バンライブイベント毎回課題曲がありますので、その課題曲が、まあ、創生のアクエリウムになってくるんじゃないかなというところですね。で、タイプが、まあ、今回どうかなというんですけどね、やっぱりハッピータイプ結構有力になってくるんじゃないかなと思いますんでね、ハッピーか、まあピュアとかその辺ですかね。はい、まあその辺で来てくれたら嬉しいかなというところでございます。そして今年も来ましたね、2020新春ドリームフェスティバルガチャ開催予告でございます。はい、ということでね、ドリフェスがねとうとう開催されるということで、はい、こちらなんですけれども、まあ当然ね、今回のドリフェスがですね、まあいつも通り、3% の2倍の 6% になっているというところだけじゃなくて、ですね、なんとドリフェス限定メンバーが今回3人も登場するんですよ。はい、それがですね、現在未実装の市ヶ谷ありさちゃんと白金凛子ちゃん、奥沢美咲ちゃん、この3人がとうとう実装されて、これでメンバー全員がドリフェスメンバーとして、登場するという形になるんですよね。さらにですね、今回正月限定の期間限定メンバーではですね、柔らかな風、三宅蘭ちゃん、さらにお姉ちゃんのために宇田川箱ちゃん、そして星さんメンバーで、私の大好きな夢の果実松原香音先輩が登場するということで、はい、なんと今回ですね、ピックアップメンバーが、星4 5人登場すると、星さんも忘れると6人ですからね。これはちょっと個人的にちょっとこれはまずいんじゃないかなって俺は思ってまして、というのもですね、まあ各言うドリフェスいろいろ引いてきましたけど、絶対誰かゲットできたんですよ、最近のドリフェスね。で、絶対一人ゲットできてなくて結局天井まで行ってるっていうのが、まあ僕のドリフェスガチャの流れになっておりますので、まあ今回5人登場するということは、これひょっとして天井行っても全員ゲットできない可能性がかなり高まったっていうことなんですよね。これまずいなぁと、個人的にメンバー的にね、全員欲しいんですよ。特にね、まあ、アコちゃん、そしてミサキちゃん、この二人は、まあ、絶対ゲットしたいと思ってますし、なんならちょっとドリフェス限定メンバーはなるべくゲットしたいなというので、いやーまずいですね。これひょっとしたら今回2回天井行くなんてこともあるかもしれない。いや、そんなことは無理ですけどもね。はい、ちょっと気をつけなければならないかなと思うところでございます。まあ、だからちょっとあれなんですよね。おそらくなんですけども、ピックアップが毎回 0.5% なので、気質のその今まで出てるメンバーがちょっと当てづらくなるんじゃないかなというところでね。まあまあまあ、ドリフェス限定とか今回の新規限定に的を絞れば、まあだいぶいいガチャになるんじゃないかなとは思いますけどね。はい。そして、なんと皆さんね、結構僕の中でも質問来ておりました。あの期間限定メンバーが再登場、2020新春星4期間限定メンバー1人確定ガチャということで、ようやくなんですよ、皆さん。多分いたでしょ?みんなね。欲しかったよっていう人がね、もう復刻しないのかねって言ってた、あのね、期間限定がここでゲットできるチャンスなんですよ。しかも確定ですから、絶対一人はゲットできるということで、はい、過去の期間限定メンバーが一人確実にゲットできるということなので、まあ個人的には牛込りみちゃんとか自分持ってませんし、あとは水着限定の今井梨沙ちゃんですね。まあさらに、やっぱり、あれですかね、正月限定の若宮イブタソとか、はい、やっぱり神イラストであったドキドキの瞬間の市ヶ谷梨沙ちゃんとかね、まあ、非常にゲットしたいキャラに目白押しなんですよ。これは引かない手はないということで、まあこれがまあ多分優勝でしょうね。おそらくまあ優勝で、こちら引けますので、でも絶対期間限定的にあるんで、これはマジで引くべき確定ガチャだと思いますんでね、お年玉もらった方はちょっとチャレンジしてもいいかもしれません。これはもう非常にね、得しかしないガチャでございますからね。はい、ということでね、非常に今回の、イベント楽しみでございます。明日年末ガルパ2019年最後に大盛り上がりしましょう。ほいじゃあ皆さん、またね、バイバイ。へえ、正月はみんなで餅ついてるんだ。え、去年もやったんだ。え、どんな感じ。あ、これがその写真。へえ、なんかあのウスがマンション5階建てぐらいあるんだけど、それにこれミッシェルのロボットだよね。なんか俺の知ってる餅つきとだいぶ違うんだけど。